はいどうもおはようございます。今日は4月5日水曜日になりましたね。ちょっと水曜日なんですけども、普段と違ってですね、今度木曜日金曜日に照準を合わせたじっくりとした観察する水曜日にしようかと思います。まあまるでですね、月曜日のようなスタンスなんですけども、それにはちょっと訳がありましてね、今週ね、毎日のように寝動きがちょっと激しい瞬間が出てきてるんですよ。で、今デイリーを見ていただいてますけども、デイリーをなぞるときに、 まあこういうふうにいつものようにお話しさせてもらいます上から下が来るでしょ下から上でしょでギザギザを設けてボラティリティがちょっとずつちっちゃくなってきてる時に今上昇の波動中だったと思います上昇圧力が強いなと思ってたんですけども月カート通じて見るのをね下の方に向かってるんですよこれはもしかしたら下に転換してるのかまたボラティリティをねちっちゃくしてさらにまた細かいあの上下波動が来るのかなってことを考えてるんですよ ま、つまり、上から下までのボラティテでがこうあって、その半分から3分の1の波動が返ってきて、その半分から3分の1の波動が返ってきてって感じで、どんどんちっちゃくなっていってね。ちっちゃくなっていて、また、いつものパターンですけども、極小になった時にどちらかにブレイクするっていうふうな、この収束の途中なんじゃないかなというふうに、デイリーの方は見ています。そうなると、この辺は、あの、下に向かうトレンドでいいですよね。で、ここは上に向かうトレンド。 もう分かりやすいんですけどもこ,こらにに来来るるとねもう上に来てるのか下に来てるるのごごちゃごちゃゃするわけなんですすよまあですんで中ば横ばいのような状態で捉えていった方がいいかなと思いますんで方向性がしっかり見えるまで水曜日はねあまりあのー、ポジションを持って手を出しすぎると全部ロスカットになる可能性がありますんでねしっかりとこういう時はポジションを持たずに観察するのがよろしいかと思います昨日おとといはねポジションを持つことをやっぱりこう進めてる部分もありましたけども今日はあと。 珍しく水曜日にしてはね不安定というか様子を見なければならないような水曜日になると思いますよで、えー、明日はその代わりしっかり取っていきたいですし7日も、まあ、米国雇用統計がある時間までには店じまいしますけどもやっぱポジションをねいくつか入れていきたいなと思っております、まあ、それが水曜日の過ごし方と木金の展望になりますねはいじゃあ4時間の方を見ていきます4時間で見ていくと分かるのは 大きくこれドカーンと下がってるでしょうんあの昨日はね倍の方でなんとか取れましたけどもほんとギリギリでしたよちょっとでもタイミングをずらすとこの,あの大きなセルの流れ陰線の流れに巻き込まれて全敗したんじゃないかなと思いますよね非常に値動き的にはあの上に行くのか下に行くのか判断の難しいえそんな火曜日になりましたで大きな陰線がここにありますけども ね、繰り返し上の方から矢印出しますよこのぐらいの規模の陰線って過去に出てないんですよねここら辺に出てるきりなんですよでここはトレンドを作った後のさらにそれを押し込むため加速するための陰線だったんで良かったんですけどもねうんここもそうですしね特に迷うことなかったんですよこういうのはあの下に向かうトレンドの途中の陰線だら全然迷わないんですよでもこれってのは上昇に向かっているはずだったんですよね しかもこれも上に向かって取り戻そうとしてるきにドカーンと下に戻りましたんでもしかしたら下の方に圧力がかかり始めたのかなって判断するのも仕方がないことだと思います。だから難しいわけなんですよ。で、1時間にしてみます。1時間は月曜日に窓が出たでしょ火曜日にも窓が出たでしょ窓っていうのは急激な値動きによって、あの、価格をワープしたってことなんですよね。上昇があまりにも強すぎたんでバシッと言って、こっから 顕在化してきた値動きが下に向かったり上に向かったりしたってこと。ここも同じです。上から来たセルの流れがあまりにも早すぎて、ここには残像を残すこともなく、こっから途切れてここから再開して、でここでレンジを作ったよってことなんですよね。それと同じように窓を作るほどではなかったんだけども、値動きがここはすごく早かったってことなんですよ。だから窓みたいなもんなんですよね。そうなるとこの窓を埋めるために、 まだ間取り論はだんだんねテクニカルの中に含んでもいいんじゃないかなって考えが強くなった直後なんですけどもじゃあ窓を埋めるためにこういう動きが考えられるんじゃないかなっていうのと今はねちょっと足踏みしてる状態ですけども価格がもうねトレンドを作るぐらいに溜まってきたんじゃないかなと思うんですよポテンシャルが、まあ、つまりこっからここまでの上昇とね同じぐらいの強さでこういうふうに下に行って まあ、概ね左右対称みたいな形をね作っていくのではないかなってこともテクニカル的にはありえるわけですよねまあですんで今日はポジションをどこで持つとか持たないとかっていうのが、まあ、考えられませんしレンジも取れないんですよ得意のレンジもだからといってトレンドがどっちに向かってるかも分かりませんということで見極めの水曜日にしていきましょうっていうことになりますですんでねあの動画更新今日はね少ないと思いますけども うんだから夕方に動画更新して一日はこういう流れでしたってことが解説できればまとまって明日からの勝負になると思います今日はですんでねあのー、34時間に1回チャートを見に来てでそれでいいんじゃないかなと思いますね私としても今日はねサイドサイドを手を出す価値をあんまり感じないですねうんこれはね長い時間を見てみないとうんその細かい材料とかも入ってくると思いますんであのー 何介入とかね米国雇用調整みたいな大きな名のあるようなあファンダメンタルじゃないにしても小さなファンダメンタルであっち行ったりこっち行ったりすると思うんですよでファンダメンタルも重なればテクニカルになるっていうのはお話ししましたけどもだからいくつかね時間を過ぎてみてそれこそ34時間に1回ではなくって56時間に1回の波を2つぐらい重ねて判断するのがよろしいかなと思いますまあもちろんね 15分みたいな短い時間軸を見て、その中からテクニカルを組み立ててもいいんですけども、まあ今日はゆっくり見ましょう。水曜日ね。うん。慌てて手を出すことはないと思います。うん。繰り返しますけども、ちょっと今週はね、窓ができすぎです。窓ができることも珍しいのに、連発してますからね。ということなんで、今日みたいな現象の時は手を出さないのがいいと思います。ポジションを持つのは、あんまりよろしくないです。 ということです。全部長くなりました。くどくなりましたけども、そのぐらい慎重に今日は考えていってくださいってことです。いつでもチャンスばかりがあるわけじゃないですからね。今日はチャンスに比べてリスクの方がでかいです。以上です。それではまた、あの、追加放送でお会いしましょう。